それとばかり、警官たちは車を降りて、同じ横丁へ駆け込む。両側とも、一畳ほどもある高いコンクリート塀の、細い抜け道だ。見渡す限り、一丁ばかりの間、門一つなく、一直線に塀ばかりが続いている。おや、変だぜ。どこへ隠れたのか、影も形もありやしない。一人の巡査が横丁へ曲がるや否や、びっくりして叫んだ。非常に変てこなことが立ったのだ。怪物が駆け込んでから、警官たちが曲がり角へ達するまで、ほんの数十秒、いくら足の速いやつでも、この横丁を通り抜けてしまう時間はない。昼のように明るい月の光、どこに一箇所、身を隠す場所とてはないのだ。いや、もっと酷なことは、今しも横丁の向こうから、ぶらぶらこちらへ歩いてくる通行人。近所の人と見えて、帽子もかぶらず着流しの散歩姿だが、そののんきらしい様子が、怪物と行違った人とは思われぬ。おい、今そちらへ走って行ったやつはありませんか。一人の巡査が大声に尋ねると、その男は、驚いて立ち止まったが、いいえ、誰も来ません。と答えた。警官たちは、変な顔をして、両側の高いコンクリート塀を見上げた。何の手がかりもなく、一丈もある塀を、よじ登ることは不可能だ。それに、警官たちは知らなかったけれど、片足義足の怪物に、そんな芸当ができるはずはない。どんな恐ろしい姿にもせよ、目の前に見えているうちは、まだよかった。それが白々とした月光の下で、煙のように消失せてしまったと思うと、にわかにぞっと気味が悪くなった。妖術だ、悪魔の妖術だ。だが、今の世に、そんなバカバカしいことがあるだろうか。あ、あんた、一寸待ってください。常川警部は、最前の通りがかりの人が、すれ違っていくのを呼び止めた。彼は実に変なことを考えたのだった。さっきの怪物が、とっさの間に、風体を変えて、通行人に化けて、何気なく通きょるのではないかと思ったのだ。え、何かご用ですか？その男は、びっくりしたように振り返る。警部は無遠慮に、男の顔を覗き込んだが、無論、怪物とは似ても似つかぬ、整った容貌の青年だ。体の格好から、服装から、何一つ似通ったところはない。第一、その青年が怪物でない証拠には、左手右足ともに完全で、義手も義足もつけていないのだ。いやいや、もっと酷な証拠がある。というのは、常川氏が念のために、その男の生命を尋ねると、彼は実に意外な答えをしたのである。僕ですか？僕は三谷ふさおというものです。それを聞くと、追っ手に加わっていた、麹町署の巡査が、びっくりして声をかけた。ああ、三谷さんでしたか？あなたはこの辺にお住まいなんですか？ええ、ついこの先の青山アパートにいるんです。この人なら、畑柳屋の知り合いの人ですよ。ほら、先だって、上野公園の事件の時、畑柳夫人に化けて、子供を取り戻しに行った、あの三谷さんです。巡査は青年を見悟るていて、一同に紹介した。常川氏も三谷の名は聞いていた。今日も夕方まで畑柳にいて、さっき帰って食事と入浴を済ませたばかりです。それにしても、あなた方は、やっぱり畑柳の事件で。そうです。また奇妙な殺人事件があって、その犯人とおぼしき怪物をここまで追い詰めたのですが。
と常川氏は手短に子細を語った。ああ、その化け物なら、静子さんが、一度塩原温泉で姿を見たことがありますよ。すると、あれはやっぱり幻ではなかったのだ。今度の事件には、最初から、そいつが関係していたに違いありません。ほう、そんなことがあったのですか？それではなおさら、あの化け物を引き捕らえなければならん。しかし、一体どうして消失せてしまったのか、少しも見当がつかぬのです。いや、それについて、思い当たることがあります。三谷は一方のコンクリート塀を見上げながら、調子を変えていった。この塀の向こうに妙な家があるのです。僕はよくこの辺を通るので、気をつけて見ているのですが、いつもとが閉めてあって空き家かと思うと、夜中に灯火が漏れていたりする、実に変な家です。人の泣き叫ぶ声を聞いたというものもある家で、近所では化け物屋敷だと言っているのです。若しや、その怪物は、どうかしてこの塀を乗り越して、今言う化け物屋敷へ入ったのではないでしょうか。そこが、悪人たちの巣窟ではありますまいか。後になって、考えると、この弊害で、警官たちが偶然にも三谷青年に出会ったのが、悪魔の運の月であった。ともかくも、三谷の言った貝屋を調べてみることにして、一人の巡査を、念のために、塀のところへ残しておいて、三谷青年を先頭に、常川警部ともう一人の巡査とが迂回して、その家の表口に回った。同じような門構えで、一軒たちの、さして広くない邸が並んでいる。貝屋というのは、その一方の端にあるのだ。門の戸は開きっぱなしだ。三人は構わず門内には入って、玄関の格子戸を引いてみると、何の手応えもなく、ガラガラと開いた。中は真っ暗だ。声をかけても、誰も出てくるものはない。なるほど変な家である。まだ良いのうちとはいえ、なんという不用心なことであろう。悪人の巣窟だとすれば、なおさらのことだ。それとも、こうして開けっぱなしにしておくのが、キャツラの深い企みなのだろうか。さすがに、むやみに踏ん込むわけにもいかぬので、一道玄関の土間にためらっていると、奥の方から、かすかに誰かの泣きじゃくる声が漏れてきた。泣いている、子供のようだね。常川氏が聞き耳を立てた。ああ、あの声は畑柳の茂さんじゃないでしょうか。三谷がふと気づいて囁いた。茂、畑柳夫人の子供ですね。そうだ、ここが果たして犯人の住家だとすれば、その子供も、畑柳夫人も、この家のどこかに閉じ込められているはずだ。踏ん込んでみましょう。常川警部は臨機のところ地を取る決心をした。君は門の外へ出て、逃げ出す奴があったら、引き捕らえてくれたまえ。彼は傍らの巡査に命じておいて、三谷と共に、玄関の式台を登った。真っ暗な部屋部屋を、手探りで探し回ったが、人の気配もせぬ。二人は思い切って、手分けをして、一部屋一部屋、電灯をつけて回ることにした。常川警部は、最後に、最も奥まった座敷へ踏み込んだが、どの部屋も、空っぽなので、ここもどうせ空き部屋であろうと、高をくくって、何気なくスイッチをひねると、あっと思う間に、黒い風のようなものが、部屋を横切って、一方の廊下へ飛び出した。いや、くせ者、警部の声に、怪しい男は、敷居をまたぎながら、ひょいと振り返った。
その顔、畑柳屋の塀の上で笑っていた、あの骸骨みたいなやっこだ。唇のない男だ。三谷くん、あいつだ。あいつがそちらへ逃げた。ひっ捕らえてくれ。警部はわめきながら、廊下へ飛び出して怪物を追いかけた。どこです、どこです。廊下の行き止まりの部屋から三谷の声が聞こえた。飛び出してくる人影、常川氏は、廊下の真ん中で三谷青年にぶつかった。あの骸骨みたいなやっこだ。君はすれ違わなかったか？いいえ、こちらの部屋へは誰も来ませんよ。怪物は確に、廊下を左へ曲がった。その方角には三谷の出てきた部屋があるばかりで、両側は締め切った雨戸と壁だ。怪物は再び、一瞬間にして消え失せてしまったのである。またしても悪魔の妖術だ。二人は気違いのように、部屋から部屋へと歩き回った。襖という襖は開け放され、戸棚も押し入れも、人の隠れ得る場所は、便所の隅までも捜索された。雨戸を密閉してあったので、そこから外へ逃げ出す心配はない。逃げ出せば音がするし、掛け金を外す時間もかかるのだ。二人は探しあぐんで、とある部屋に突っ立ったまましばらく顔を見合わせていたが、突然三谷が顔色を変えて囁いた。ほら、聞こえますか？あれはやっぱり子供の泣き声ですよ。どこからともなく、物言うような泣き声が、かすかにかすかに漏れてくるのだ。二人は耳をすまし、足音を忍ばせて、泣き声を頼りに進んでいった。なんだか台所の方らしいですね。三谷は言いながら、その方へ歩いていく。だが、台所はさっき調べたとき、何の異常もなかった。電灯もその時つけたままだ。そんなはずはないのだが、と常川警部が躊躇している間に、三谷はもう台所の敷居をまたいでいた。と同時に、あっ、というただならぬ叫び声。常川氏は驚いて駆けつけてみると、三谷は、真っ青になって、台所の片隅を見つめたまま、立ちすくんでいた。どうしたんです？と尋ねる警部の声を制して、三谷は、聞こえるか聞こえないかのささやき声で答える。あいつです。あいつがこの上げ板を取って、縁の下へ入っていったのです。台所の板の間が、炭などを入れるための上げ蓋になっている、よくあるやっこだ。警部は、勇敢に飛んで行って、その上げ板をめくってみた。いや、地下室だ。板の下は、意外にも、コンクリートの階段になっていた。その部分、アスタリスク竹毛箱のように、床下とは遮断されているので、怪物は外へ逃げることはできぬ。地下室へ降りたに決まっている。もう袋のネズミだ。二人は、用心しながら、真っ暗な階段を下っていった。先に立つ常川氏は、体験の柄を握りしめている。階段を降り切ったところに扉があって、その隙間からかすかな光が漏れてくる。泣き声がにわかに大きくなったのを見ると、子供は確かにこの扉の向こうにいるのだ。どうしたことか。鍵穴には鍵を差したままになっている。常川氏は手早くそれを回して、扉を開いた。二人は扉を小立てに、部屋の中を覗き込んだ。と同時に、外からも、中からも、驚きと喜びの叫び声。部屋の中には、淡いカンテラの光に照らされて、静子と茂が抱き合っていたのだ。飛び込んでいく三谷青年、すがりつく静子。だが、常川警部は、この感激の場面をよそに、不満らしい顔をして、
キョロキョロと部屋を見回していた。肝心の賊の姿が見えぬのだ。今来た階段の外に、どこにも出入り口はない。かくにここへ逃げ込んだ怪物が、またしても消え失せてしまったのだ。静子に尋ねると、賊は夕べ茂をこの部屋へ連れてきて、立ち去ったまま、一度も顔を見せぬということであった。茂は、終日食事を与えられぬ空腹と、恐怖のために泣いていたのだ。常川警部は、壁のカンテラを外して、階段を上から下まで調べてみたが、どこにも温度や抜け道はなかった。結局、誘拐された畑柳星を取り戻すことは成功したけれど、その犯人の逮捕は全く失敗に終わった。表の門、裏の塀外に見張りをしていた二人の巡査に尋ねても、誰も家から出たものはないとの答えであった。見張りはそのままに続けさせておいて、付近の電話で応援の警官を呼び寄せ、その夜から翌日にかけて、邸内はモースに及ばず、両隣の庭までも、残すところなく捜索したけれど、犯人はもちろん、たった一つの足跡さえも発見することはできなかった。怪物は不愚者の身をもって、どうして一、アスタリスク丈もあるコンクリート塀を乗り越すことができたか。付近には足場になるような電柱も立ち木もなかった。また、邸内で、常川氏と三谷とに、挟み撃ちになったとき、一瞬の間にどこへ身を隠し得たか。そのような隠れ場所は一つもなかった。さらに、明らかに地下室へ姿を消した怪物が、どうしてそこにいなかったか。すべて、全く、解きがたい謎であった。名探偵、不思議は、青山の会屋で、唇のない男が、三度消失せたことばかりではなかった。同じ日の夕方、突然畑柳屋を訪ねた。小川正一とはそもそもも何人であったか。彼はなぜ無断で小畑隆氏の書斎へ入り、内側から戸締まりをしたか、誰が彼を殺したのか、その下手人は、戸締まりした部屋から、どうして戸を出すことができたか、さらに機械中の機械ことは、書斎に打倒れていた、血みどろの小川の死体が、何ぜ、誰によって、どこへ、運び出されてしまったのか。常川氏は、唇のない男が、この小川の下手人であって、キャツが書斎から死骸を運び出し、どこかへ隠したのだと考えたが、なるほど妖術家のキャツなら、この不可思議を成し遂げたかもしれぬのだ。だが、その死体をどこへ隠してしまったのか、キャツが畑柳屋の塀を越して逃げ出すときには、全く単身であった。すると、死骸は邸内のどこかに隠してなければならぬはずなのに、あの時跡に残った、麹町の司法主任が、屋内屋外、一寸角も余さず、調べ回ったにもかかわらず、死骸はもちろん、何の手がかりらしいものさえ、発見できなかったのは、実に不思議と言わねばならぬ。それはさておき、常川警部の努力によって、畑柳静子と茂少年を、無事取り戻すことができたのは、何よりの幸せであった。塀に帰ると、茂少年は、恐怖と疲労のために、発熱して床につく、静子も唇のない男の、何とも言えぬいやらしい姿、ぬるぬるした歯茎の感触が忘れられず、恥ずかしさ、腹立たしさに、23日の間は、一軒に閉じこもったまま、ほとんど誰にも顔を合わせなかった。常川氏は両人に犯人捜査上手がかりとなるべきことを、いろいろに尋ねてみたが、
結局読者に分かっている以上の事柄は何も発見されなかった。しげる少年を鞭打った人物も、ただ顔を黒い布で包んだおじさんという外には何も分からなかった。三谷青年は毎日のように見舞いにやってきた。彼の肩から来ぬ時は静子が待ちかねて電話で呼び寄せた。親戚といっても立ち入って口出しをするほどの近しい人はなかったし、斎藤老人は実直一方の高校屋で、こんな時の力にはならなかった。乳母のお波は、多弁で、正直で、涙もろい外に取り柄のない女だ。恋愛関係は別にしても、静子としては、さしずめ、三谷青年を頼る外はなかったのである。23日は別段の出来事もなく囲った。が、獲物を奪われた悪魔が、そのまま指を得て引き込んでしまうはずはなかった。やがてまた、静子の身辺に、何とも言えぬ変なことが起こり始めた。彼女は、ある時は寝室の窓に、ある時は化粧室の鏡の中野に、またある時は、客間のドアの陰にさえ、あの恐ろしい怪物の顔が、そっと彼女を覗いているのに気づいた。どこから、どうして入ってくるのか、いつの間に逃げていくのか、書生などが、いくら素早く追っかけてみても、相手を捕らえることはできなかった。警察でも犯人捜査に手を尽くしていたのだけれど、さすがの常川警部も、この妖術使いにかかっては、ほとんど手も足も出ないありさまであった。三谷は、恋人が、一日と憔悴していく様子を、見るに見かねて、ある日、とうとう給与の一策を案じ出した。彼は静子の同意を得て、お茶の水の、開花アパートを訪ねた。そこに有名な素人探偵、明智小五郎が住んでいたのだ。三谷は新聞記事などで、この名探偵の噂を聞いていたばかりでなく、紹介状を手に入れる便宜もあった。訪ねてみると、ちょうど幸いなことには、名探偵は、関係していた事件が、どれも落着して、無事に苦しんでいるところだったので、三谷は喜んで迎えられた。素人探偵明智小五郎は、開花アパートの2階表側の3室を借り受け、そこを住居なり事務所なりにしていた。三谷がドアを叩くと、15、6歳の、リンゴのような頬をした、爪襟服の少年が取り次ぎに出た。名探偵の小さいお弟子である、明智小五郎をよく知っている読者諸君にも、この少年は初のお目見えであるが、その外に、この探偵事務所には、もう一人、妙な助手が増えていた。文代さんという、美しい娘だ。この美人探偵助手が、どうしてここへ来ることになったか、彼女と明智とが、どんな風の間柄であるか、とうとうは、魔術師、と題する探偵物語に詳しく記されているのだが、三谷は、よねて噂を聞いていたので、一目で、これが、素人探偵の、有名な恋人だなと、うなずくことができた。明智は客間の大きな肘掛け椅子にもたれて、好物のフィガロというエジプトタバコを吹かしていた。その紫色の煙幕を隔てて、有名なもじゃもじゃ頭と、む、の、どことなく愛嬌のある混血児のような顔と、そのくせ鋭い目とがあった。美しい文代さんは、よく似合った洋装の裾を反して、快活に客をもてなした。彼女の小鳥のような明るい小生が、このいかめしい探偵事務所に、新婚の家庭のような華やかな空気を漂わせていた。三谷は、
ふみおさんの入れてくれたお茶をすすりながら、塩原温泉以来の出来事を少しも隠さず、詳しく物語った。何もかも訳のわからぬことばかりです。至るところで、ありえないことが立っているのです。私は妖術なんてものを信じることはできません。しかも妖術とでも考える外に、解釈のしようもない事柄ばかりです。三谷は無然として言った。巧みな犯罪はいつでも妖術のように見えるのです。明智は絶えず一種奇妙な微笑を浮かべて三谷の話を聞いていたが、やっと口を開いた。ところで、その唇のない男は一体何者だと思います。あなた方は全くお心当たりがないのですか？明智は相手の心の奥底に潜んでいるものを見通しているような調子で尋ねた。ああ、若しや、あなたもそれをお気づきなすったのではありませんか？三谷はよっと恐怖の表情を浮かべて明智の迷路を読みながら言った。実は、まだ誰にも話したことはありませんが、私はある恐ろしい疑いを持っているのです。笑いのけても、その悪夢のような疑いが、頭の隅にこびりついていて、離れぬのです。彼はそこまで言って、ふと口をつぐみ、あたりを見回した。ふみおも、隣室に退き、客間には、主客二人きりだ。誰も聞いているものはありません。で、あなたの疑いというのは、明智が先を促した。例えばですね、三谷は何かいい肉症に、硫酸か何かで、ひどく焼けただれた皮膚が癒着するのには、どれほどの日数がかかりましょう。半月もあれば十分ではないでしょうか。そうですね、半月のものでしょうね。明智は、何故か、面白くてたまらぬといった調子で答えた。すると、ある恐ろしい想像が、成り立つのです。三谷は青い顔をして話し続ける。今度の犯人は、茂を誘拐して、身代金を要求したところを見ると、金銭が目的のようですが、実は金銭などは銃であって、しげるの母を手に入れるのが、第一の目的ではなかったかと思うのです。それが証拠に、あの時も、身代金は必ずしずこ自身で持参せよという、条件がついていました。聖帝、聖帝、明智は非常に興味をそそられて、相槌を打った。ところで、例の化け物みたいな男が、塩原温泉に現れたのは、さっきお話しした岡田道彦が、温泉宿を出発してから、ちょうど半月ほどのちなのです。三谷は、声を潜めて、思い切った調子で言った。だが、その岡田は滝壺に身を投げて、失恋の自殺を遂げたのではありませんか？と、世間は信じているのです。ところが、岡田の死体が発見されたのは、死後10日以上経っていて、ただ、着物や持ち物、年配、背格好などの一致で、単純に、それを極められてしまったに過ぎません。ほう、すると、顔などは、もう皮膚が崩れていたのですね。明智は膝に手をついて、ちょっと体を乗り出すようにした。そうです。川を流れてくる間に、岩角に当たったという風に、顔はほとんど赤ハゲになっていました。するとつまり、あなたのお考えは、川を流れてきたのは、岡田の着物を着た別人の死体であって、本物の岡田は、硫酸か何かを浴びて、化け物みたいな面相になって、生き残っているというのですね。その上、完全な手足を義手義足と見せかけて、この世に席のない、いわば仮空の人物になりすましたのです。
失恋の鬼となって悪魔の恋を成就したのです。常識では考えない真理だ。明智は首をかしげて独り言のようにつぶやく。それはあなたが岡田という男をご存じないからです。あいつは気違いです。職業は画家でしたが、芸術家なんてものは我々に想像できない得体の知れぬ気持ちを持っているものです。三谷は自称つて岡田が宿を立ち去り際に、三谷と静子の死体写真をこしらえて残していったことを語った。明智は黙って聞いている。あいつの恋は恐ろしいほどでした。私に毒薬決闘を申し込んだのも岡田です。そればかりではありません。あいつが温泉宿に滞在中の1ヶ月ばかり、静子さんをつけ回した様子は思い出してもゾッとするほど気違いめいていました。情欲ばかりのけだものみたいでした。どうもあの男はずっと以前から静子さんを恋していて、ただ静子さんに接近する機会が得たいばかりに、わざわざ後を追ってあの温泉へやってきたとしか考えられないのです。三谷は憎悪に燃えて夢中に話し続ける。だがやっこの目的は静子さんを手に入れるだけではありますまい。わざわざ偽の死骸をこしらえ、苦しい思いをして顔を焼いてまでもこの世から姿をくらますというのには、もっと深いきらみがなくてはなりません。例えば復讐というような。そうです、私はそれを考えると身体中に油汗がにじみ出すほど恐ろしいのです。やっこは僕に復讐しようとしているのです。理由のない復讐をトゲ様としているのです。だが後になって、岡田という男は三谷が考えていたよりももっともっと恐ろしい悪事を企んでいる極悪非道の悪魔であったことが分かった。あなたにご相談に伺ったのも、静子さんに加えられた極度の侮蔑を恨む外に、一つはその復讐が恐ろしかったからです。あいつは悪魔の化身です。あなたはお笑いなさるかしれませんが、私はこの目で見たのです。あいつのあの不可解な消失は妖術とでも考える外考え様がないではありませんか。あいつは全く別の世界からこの世に迷い出してきた非常に不気味な一種の生物みたいに思われるのです。岡田の元の住所をご存知ですか。三谷の物語が一段落ついた時、明智が尋ねた。温泉で名刺をもらっていました。何でも渋谷編のずっと郊外のように記憶しています。まだそこを調べてみないのですね。聖帝岡田の元の住所を調べてみるという手があったな。富谷はちょっと間が広しを恥じた。いや、いずれそこへも行ってみなければなりますまい。明智はニコニコしながら言った。兵士、まず第一に、現在の賊の巣窟を見たいと思います。あなたのいわゆる妖術が、どんな風にして行われたか。そいつを調べたら、自然族の正体も分かってくるわけです。ではお差し支えなければ、これからすぐ青山へお出かけくださいませんでしょうか。三谷は、名探偵を見上げるようにしていった。明智はこの事件に、ひどく興味を悟るたので、少しももったいぶることなく、直に同行を承諾した。ところが、いざ出発という間際に、甚だ幸先の悪い出来事が立った。明智が外出の支度をして、文夫さんに留守中のことを言い残していたとき、一足先に廊下へ出ようとした三谷が、ドアの下の隙間から、一通の封書が覗いているのを発見した。
誰かが黙って差し入れていったものに相違ない。ああ、お手紙のようです。彼はそれを拾い上げて、明智に渡した。誰からだろう、ちっとも見学のない筆跡だが、明智は独り言を言いながら、封を切って読み下した。読むに従って、彼の顔に一種異様の微笑が浮かんできた。三谷さん、賊は、あなたがここへいらしったことを、もうちゃんと知っていますよ。明智がそう言って、差し出した手紙には、左のような恐ろしい文句が認めてあった。明智くん、とうとう君が出馬することになったね。俺の方でも働きがいがあるというものだよ。だが、用心したまえ、俺はね、君が今まで手がけた悪人どもとは、少々違っているのだ。その証拠には、君がたった今この事件を引き受けたのを、俺の方では、もうちゃんと知っているのだからね。すると、あいつは、私たちの話を、ドアの外で立ち聞きしていたのでしょうか。三谷が青ざめて言った。立ち聞きなんてできませんよ。僕はドアの外へ聞こえるような声では、決して話をしませんし、あなたも、非常に低い声でした。賊は多分、あなたを尾行して、ここへ入られたのを見届け、僕がこの事件をお引き受けすることを、見抜いてしまったのです。では、ヤッコはまだこの辺にうろうろしているかもしれませんね。そして、また私たちの後をつけてくるのではありますまいか。三谷が心配すればするほど、明智は帰って、ニコニコ笑ってみせた。尾行をしてくれば、むしろ好都合ですよ。あいつのありかを捜索する手数が、省けるわけですからね。彼は三谷を励ますようにして、先に立って、玄関に待っていたタクシーに乗った。青山の例の会屋への途中、絶えず後ろの窓を注意していたけれど、尾行してくる自動車を発見することはできなかった。賊は彼らの行き先を察して、とっくに先回りをしているのではあるまいか。あぶい、あぶい、あの化け物屋敷へ、武装もせず、たった二人で乗り込んでいくのは、あまりに向こう見ずな、振る舞いではなかったか。二人は、少し手前で車を捨てて、小春日和の、晴れ渡った日を浴びながら、例の会屋へ歩いて行った。締め切った門には、警察で取り付けたのか、いかめしい錠前がぶら下っている。白日に照らし出された会屋は、何の変哲もない、ただの空き家としか見えなかった。鍵がなくては入れませんね。三谷が、錠前を見ていった。裏へ回ってみましょう。賊が消えたという塀のところへ。明智はもう、その方へ歩き出していた。でも、裏の方からはとても入れませんよ。裏門なんてありませんし、それに塀がとても高いのです。兵士、賊はそこから入ったのです。我々も入れぬというわけはありませんよ。明智は無論妖術を信じてはいなかったのだ。並んだ屋敷を迂回して、広い復興道路に出で、そこから裏手の高い塀に挟まれた、問題の通路へ曲がっていった。ここですね。そうです。ご覧の通り、はしごをかけて乗り越す外には、ここから邸内へ入る方法がないのです。どんな高飛びの名人だって、この高い塀に飛びつくことはできません。それに、上には一杯ガラスのかけらが植え付けてあるのですから。あの晩は月夜でしたね。昼のような月夜でした。それに、縄はしごをかける余裕なんて、絶対になかったのです。二人はそんな会話を取り交わしながら、その通路を行ったり来たりした。明智は両側のコンクリート塀を見上げたり、
地面を眺めたり、そうかと思うと、突然広い幹線道路に走り出して、付近を見回していたが、例の一種異様のニコニコ笑いをして、妙なことを言い出した。賊がここから入ったとすれば、たとえ我々の目に見えなくても、どこかに出入り口があるはずです。例えば、あまりへんてこな出入り口であるために、我々はまざまざとそれを見ながら、少しも気がつかぬような。まさか、この塀に隠し戸があるとおっしゃるのじゃありますまいね。三谷は驚いて相手の顔を眺めた。隠し戸なんかは、警察で10分調べたでしょうし、こう見たところ、そんなものがあるとは思えませんね。すると、外にどんな方法があるのでしょう。三谷はいよいよ変な顔をした。やれるか、やれないか、一つ僕も賊の真似をして、ここから入ってみましょう。あなたは、その時のように僕の後から追かけてみてくれませんか。この際、明智が冗談などを言うはずはない。しかも、彼は賊と同じ妖術を使って見せようというのだ。全く入り口のない、コンクリートの壁を、突き抜けてみようというのだ。三谷はあっけに取られて、しかし非常に好奇心にそそられた様子で、ともかく名探偵の言葉に応じてみることにした。三谷は幹線道路の10軒ほど向こうに、明智は幹線道路から問題の場所への曲がり角に立った。明智の合図で、二人は同時に走り出した。明智は曲がり角から姿を消した。三谷は行き先切って、明智の立っていた箇所へ走り着いた。そして、ひょいと、塀の方を見ると、彼は、あっ、と叫んで、立ちすくんでしまった。一丁ほども続いた、見通しの通路に、人の影もないのだ。先夜と全く同じことが立った。明智小五郎は、完全に消え失せてしまったのだ。三谷さん、三谷さん、どこかで、呼ぶ声がした。キョロキョロ見回していると、ポンポンと拍手の合図、それが各に、高いコンクリート塀の向こう側から響いてくる。三谷は声のする箇所に近づき、塀越しに伸び登るようにして、耳を澄ましていると、しばらくは何も聞こえなかったが、やがて、後ろの方で、カタンと妙な物音がした。続く、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。とても励みになります。